皆さん、こんばんは、ティライです。なんか、髪の毛が、出て起きたらちょっと変わっていたんですけど。まあ、今日は、大阪警察を見た韓国反応を一緒に見てみようと思います。この動画見たことありますか？なんか、再回数が2000万を超えたから、めっちゃすごいですね。こう、日本にも東京警察と、こう大阪警察を比較する動画がこうありましたよね。僕も見たことあるんですけど、これを韓国でも結構見た人が多いみたいで、まあ韓国反応を一緒に見てみようと思います。あ、もしかして、まあ知らない方のため、短くこう説明をすると、僕にこう真似ができるかどうかわからないんですけど、ちょっと頑張ってみますね。東京警察は暴力団に対して、まあ、紳士的に警察だ、開けてくれ、まあ、開けなさい、まあ、こういうふうに言うけど、まあ、暴力団は開けられないよ、うるせえこの野郎とか、まあ、ボケとか、こう悪口をするんですよ。でも東京警察は、こう何がボケだよ、まあそういうこと言うなよとか、近所に迷惑だから、まあ、開けなさいって、こうめっちゃ優しいんですよ。反面、大阪警察は、警察も言わない。なんか、大阪だ、開けんか、こらとか、警察も言わない。まあ、こういう風に言ったら、暴力団が、ちょっと待って、今開けるからって、なんか、暴力団が、なんか、東京とは正反対だったから、めっちゃ面白かった。僕が真似がちゃんとできなかったんですけど、もっと緊張感あるんですよ。でも僕があんまりできなくて。まあこれを見た韓国反応をちょっと見てみましょう。まあ最初は、大阪は警察がもっとヤクザみたい。で、まあこう、日本動画も、こうタイトルがどっちがヤクザかわからんって、こういうタイトルだったんですけど、まあそういう通り、大阪は警察がもっとヤクザみたいって、まあこういう反応がめっちゃ多かったし、構成が確実だねって、まあそういうのもあるし、こう東京警察と大阪警察をなんか比較する、まあそういう感じですね。うん、そして大阪警察仕事上手だね、大阪は警察がもっと怖いって、まあこういう反応もめっちゃ多かった。東京警察が、まあ、こういうことを言ったんですけど、まあ、近所に迷惑だから早く開けなさいって、まあこれが面白かったみたい。まあ、こういう反応もあるし、こう大阪わらわら。めっちゃ怖いわらわら。大阪なんか私の好みだわ。迫力あるね。大阪警察わらわら。めっちゃ笑った。大阪なんか親しみを感じる。とか、まあこう真似する人もある。とわをかんって。大阪のおっさんが、こらっていうのが、なんか迫力あるって。まあこういう反応もあるし。そして、こう映像を見たら、東京警察もめっちゃ強いタイプだよ。言葉で静かに殺すスタイルって。まあこういう反応もありますね。まあ、そして、大阪めっちゃ好き。あ、関西弁ほんとわらわら。なんか、日本ドラマみたい。東京警察はアウラがあるね。大阪はめっちゃ面白い。東京はただ見せつけだと思う。東京警察だって暴力団にこんな優しくない。って、まあ、こういう反応もありますね。東京は紳士みたいのではなく、ただ見せつけだと思う。まあ、こういう反応も結構多かった。そして、大阪はヤクザがもっと礼儀があるって。まあこういう反応もある。まあ反応が多すぎて、まあ全部読めきれないんですけど、まあ大抵こういう反応かな。僕も大阪に住んだことがあるから、ちょっとわかるんですけど、大阪男子って、ちょっと男らしいっていうイメージありますね。だからかな。だから僕はもっと面白かった。そして僕がめっちゃ笑ってるのって、僕を顔を見て笑うのもあるから、これも参考にしてくださいね。なんか髪の毛が、まあ絶対こう大阪の警察とか東京の警察を
バカにするのではなく、まあこれも面白かったんですけど、僕の髪の毛がちょっと、やばくてもうまあこれで笑うのもあるから、まあ、これも参考にしてくださいね。まあ今日はここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。楽楽こうディオンちょっと僕の顔が見えてなんか笑ってしまいますね。まあ